はい、始まりましたハイチのダラダラジオ第328回でございます。今週はですね、続かない人の特徴という、テーマで喋っていきます。で、まあ待ってくれ、本編に入る前に、先週すいませんでした。本当にお聞き苦しいダラダラジオになってしまいまして、しかも100万人いったっていうのもあったんですけど、今週なんだっけ、一緒に勉強しようの生放送をね、昨日と少年期の初日かに計3回やったんですよ。で、なんかこれがね、めちゃくちゃ来ていただきまして、でその影響もあってかね、その前回のダラダラジオ再生数がいつもより 1.5 倍ぐらいなのです。はい。でしかもそのね、 1.5 倍だったにもかかわらず、聞き苦しいダラダラジオだったからさ、あ、でも喋ったことに後悔はないし、YouTube から収益外されたけど外されたけど後悔はない、ないんだけど、泣いてしまったことは本当に申し訳なかった、すいません、はい、という謝罪から入りましたが、今週はね、ガラッと変わりまして、ちょっと真面目な話をしていきます。いつも真面目なんですけどね。でその続かない人の特徴ということで、一応自分もともと塾講師をね丸3年間やってたわけですけど、自分自身もめちゃくちゃ三日坊主なんです。すっごい飽き性、続かない、根気がないっていうタイプなんですが、その自分をね、こうその根気がない俺がこう何かを続けていく時のそのルールみたいなのがあったりとか、あとは子供たち、いろんな子供見てきてさ、やっぱり特に勉強ねが続かない人っているわけよ。集中力がって、その短期的なものよりも何日かみたいな、テスト週間の2週間の頑張り続けられないとかね、そういった続かないっていう、そこの特徴を話していきます。でこれもともと顔出しで撮るつもりだったんですけど、ちょっといっぱいあるんですよ、いろいろいっぱいあるんですけど、一番のこれっていう部分で、学生とかその社会人とかも関係ない年とか、いろんな人の続いてない人のなんか特徴というか、なんかリストアップした時に、あ、これだなって思ってるものがずっとあって、それを今回伝えていきたいっていうね、そんな話よ。はい、前置き長くなったわ。で、結論から言おう。何かっていうと、マイルールが多い人ですね。はい、自分の中でのルールが多い人は続かない傾向にあると思ってます。正しく言うと、多いというかマイルールの量が適切じゃない、自分に合ってない、つまり少なすぎて続かないっていうのは、あるっちゃあるから、でもどっちかというと多すぎるっていう。でこれはマイルール、自分ルールが3つがいいとか2つがいいとかっていう数は指定できない。さっきも言ったように、その人によって違うわけよ。でも、みんなもさ、勉強においてか、生きる上でか分からんけど、自分のルールって多少あると思うよね。例えばさ、それが法律的なとこでもいいと思うの。他人に迷惑をかけないとか分からんけどね、ざっくりでもいいし、具体的ルールもあるかもしれないわ。でそれがね、今さ、みんなその YouTube で特に勉強に絞って話すと、勉強法とかさ、その休憩の仕方とかっていうノウハウ的なところって、おそらく俺以上に知ってるはずなの。いろいろ多分気になるじゃんね、いろんな人のを見てさ、東大に受かった人の話とかあるわけじゃん、動画でいっぱい。でちょっと気になるでしょ、やっぱり。その例えばさ、勉強困ってる子とか、特に高校生とかだとね、で見てみると、えーって、あ、数学ってこうやったらいいんだとかさ、休憩ってこうやったらいいんだとか、テスト前日は食事ってこうしたらいいんだとか、いろいろあるわけよね。そうで、いろんな話を聞きすぎて、だから取り入れようとするじゃん、ある程度。でいいんだよ、取り入れてもらっていいんだけど、取り入れすぎて、おっとがんじがらめなっとりませんかみたいな人って、ね、実はめちゃくちゃ多いんだよね。捨てられないんだよ、ルールを、自分の中で決めたものを。自分よく言うけど、俺も話すじゃん、ノウハウ的なものを話すんだけど、合うかどうかを吟味しろっていうの、多分よく言うと思うの、動画で。合う人は使ってっていう、でひとまず使ってみて、合わなかったら捨てろっていうのもよく言うんだけど、これはね、めちゃくちゃ大事にした方がいい。そう、何かのノウハウをゲット、やり方ねをゲットした時に、人は試してみるの大事よ。食わず嫌いより、生理的に無理とかね、それは捨てていい、それは無理しなくていいんだけど、なんかちょっと美味しくなさそうって思ったら、ひとまずパクって食べてみ、一口な、やってみて、できればその1回やってみるっていうよりも、何回かやった方がいい。
数日間、できれば1週間ぐらい試してみたらいいと思うんだけど、それで合わんかったらすぐ捨てるか変える。その人はこうこうこうやった方がいいって言ってたけど、そのエッセンスは受け取りますけど、ちょっと自分風にアレンジするとか、あの人がこう言ってたから同じようにやんなきゃダメだとか、違うアレンジしてこうね、同じ人間じゃないからその人とみんなはね、っていうのがすごく大事で、だから自分の中のルールっていうのをある程度こう取捨選択またもう一回取捨選択していかないと苦しくなる、うん、だから例えばじゃあ自分がね勉強とかも仕事において決めてることっていうのは、まあ、これよく動画で言ってることだけど、その作業時間、今から2時間勉強しますとかっていう時間じゃなくて量で必ず決める、ここまで。だから編集とかも今から1時間編集しようっていうよりもここまで、あと30分の素材があったら、それをまず削る、まあ、削った後にじゃあ12分か分かんないけど12分にまとめられたら3分までのテロップを入れるとかね、分からんけどね、そういったここまでっていう線引き、量で決めるっていうのがまず1個。まあね、生放送をやるときはさ、どうしてもそれでは難しいので時間で決めてやってるけどさ、うん、普段はそうやって量で決める、あとは休憩に関しては時間で決めるみたいな。そう、今から20分休憩っつったらタイマー20分つけて、必ずタイマーの鳴ったらすぐ始めるみたいな、それぐらいよ、それぐらい。あとは別にその時の気分で違うよねっていう。そう、俺自分がものすごい気分屋で浮き沈みあるのが分かってるから、いつも同じフラットでいられないのね。昨日はこれができたけど今日はできんなんて日常茶飯事なの。そんなへこんだったら生きていけない俺。だから昨日はできたけど今日はちょっと無理みたいな、そう、今日はちょっと私落ち込み気味なのでみたいな。なので昨日はじゃあ例えばね、英単語50個覚えられましたけど今日は無理です、絶対いけん、じゃあいくつならいけるのって自分に問いかけるわけ。20個かなーって、20個いったな俺って、20個っていったならじゃあ20個はしっかりやるよみたいな、そうっていう感じでやってる。無理だな、できんなって思ってることをなんかずるずるそれを気にしながらやることってすごく俺は効率が悪いと思ってるんで、うん、そういった意味でなんて言うんだろう、毎日50個って決めたら50個やんなきゃとかっていうそういうルールは設けない。それが合ってる人もいるよ、これは俺のルールだから、さ、真似して参考にするのはいいけど絶対真似しろってわけじゃないからね。なので今回何が伝えたかったかっていうと、おそらくみんなの中でね、その勉強においてもいろんな面においてもルールっていうのがあるはず。そう、できれば書き出してみてほしいんだけど、それが必要なのかどうか、もうちょっと緩くていいんじゃないみたいな。であと中高生のうち、あとね、まあ、社会人でも真面目な方、なんか女性の方に多いイメージなんだけど、そのマイルールを崩すことへの抵抗がある人ってめちゃくちゃ多いね。でもね、いいんだ、誰のためのルールって自分のためのルールでしょ。それは自分が例えば勉強効率を上げるためとか、よりなんていうのかな、楽しくって言ったらちょっとおかしいかもしれんけど、前向きな気持ちでそれに取り組むためのルールなんだよ。そのルールに苦しめられてしんどくなってたら本末転倒なんだって。いい？っていうのはやっぱりすごく自分も伝えていたことだし、自分自身も思ってることだから、だからもうちょっと自分に優しくなろうね、特に学生のみんな。いい、あるルール、多分友達には言えるんよ。友達の、いいよいいじゃん休憩しなよって友達には言えるのに、自分には言えないんだって。休憩は何言ってんの私みたいなね、ちょってさっきの天使だったあなたはどこ行ったのみたいななっちゃってるから、まあ、自分のためにも、まあ、優しくしろとまだ言わないけど、もうちょっとなんていうのかな、他の人に接するように自分にも接してあげてほしいなとは思う、うん、それが一見遠回りに見えるかもしれないけど近道だから。そう。なので、まあ、今回ね伝えたかったのは、自分ルールマイルールっていうところをしっかり、もう一回いくよ、取捨選択していって必要なものは残す、でがんじがらめにならない、ね、たまにはそう崩すことは大事だからっていう視点を持ってください。多分学生のうちってなかなか持てないんで、これが、いいかなっていうのが伝えたくて喋らせてもらいました。はい、という感じでね、先週からガラッと変わりまして真面目な話をしたんですが、いかがだったでしょうか。結構ね、途中でも話したけど、これは、顔出しで元々トークするつもりだったので、なんかあんまこうなんだ、普段ダラダラジオはね、ノープランで結構喋っちゃうことが多いんですけど、今回もこれ話すって決めたから、ちょっといつもと雰囲気が
違ったかもしれないんですが、まあ、多少ないでもね、お前多少なりともでも、多少でもか、多少でもねお役に立てたら嬉しいです。でもしなんか反響がっていうか皆さんからリアクションがある程度良かったら、ちょっと、ね、もうちょっとあるんで、続く人の特徴っていうのは、まあ、顔出しの方でね喋る動画を撮るかもしれないんですが、まあ、今回はねこの動画、このダラダラじゃね聞いていただいたので、ぜひねそこの部分だけでも参考にしてみてください。はい、という感じでまた来週ね、来週も8月か、わお、みんな夏休みだね、はい夏休みだよね、そうだ、あってるね、うん、まあ、8月も変わらず撮っていきますので、もしよかったらねまた来週の方も聞いてみてください。では今週のダラダラじゃこれで終わります。以上です、ありがとうございました。